よう。はい、どうも、じゃあやっていきますが、前回、これ作ったやつですね。この部分に、この継ぎ目のところに今、イージーサンディングを塗っております。はい、でこれはこれで置いておきます。はい、で今日は前回失礼しました。前回お話しした通りシャーシをちょっと作っていきたいと思います。で、順番に作っていくわけなんですが、で、これね、最初に、ここを残してたんですね。これ残してたんで、これはまあ切りましょう。まだいいか。でまず、作っていきましょうか。とりあえずね、作っていくという感じで、これね最初ねだいぶね付け方悩んだんですけどね、こうですね、こうですね。なんかえらい好きの付け方が難しい付け方をするなと思いながらね、まあさあやっていきますよ。とりあえずね、まずはこれをここにはめ込んでですね。難しいな。ここに、なんかね、変に難しいんですよ、これ。ここに、こことここにはめ込んで、こうか。こうだな。ここに乗っける感じか。ここに差し込む。難しいな、なんか。なんか難しいことさせんな、俺。相変わらず難しいことさせますな。そうですね。で、接着剤。今回、大体メインになるところは、ちょっとこの、最近私はこっちを使っています。表に出るようなところはね、これを使うことの方が多いですね。こっちの、なんでかっていうと、こっちの方が先が太いんですね。だからこれを使っていきます。で、さあやっていきましょうか。なんか小難しい付け方をさせられてるんですね、これ。なんかここを挟んで、こう、わかんないだろうな。見てもわかんないんですよ。結構難しい付け方させられるの。入ってんのか、ちゃんと。なんしょて、いろはの入りでこうなんか慌ててるんだけど、こうか、こうだな。入ってる、これ。ちゃんと入ってない気がするんだけどな。こうだな、とりあえずこうだな。なんか奥まですっきり入らんな。すっきりしない。まあいいか、とりあえずこれで。ここと。ね。で。ちょっと、まっすぐしといて。こっち入ってない。これでいいか。で、こうか。よっちゃ。ね。なんかすっきりしないんだよな。すっきりしないね。なんか突きが悪いのもあるし。なんかすっきりつかない。よいしょ。こんなもんでいいか。ね。ここまで綺麗に飛ぶんだと自分でも思うわ。でもここはちょっとなんか色が剥げてる。
タッチアップしておきましょう。まあ見えなくなるところだからね、ここもね。はい、これで OK で、次がここにこやつを塗る、のっけると。向きがこうだね。はい、これもまたようわからんようわからんって言ったらおかしいかな。こうか。こうつけろと。あ、先にこうやってつけとけよかったな。でね、とりあえず説明書の書き方がね、不親切なんですよ、割と。これだったら先にこっちをつけとけよっていう指示出しゃいいのに、そういう指示じゃないんですね。そしてこれが入らないと。どう入れるの？こうか。上開くのか？開くのか？こうか。不親切だ。極まりないな。どこに乗るんだ？もたもたしてるな。初手で。初手でもたもたするのはね、なんかね、まあ、リハビリみたいなもんですかね。ちょっとしばらくここに乗っかれとか、ここに乗っけろってか。不親切な、不親切極まりない。持ちにくい。こうだね。こうだ。ちゃんとなってる？ついてないんだよな、これまた。まあいいや。これをこう、ピッ。で、どこがついてるの？不便がいろいろ起こりますな。こんな感じか。もう外れちゃったよ。いや、一回外そう。これ多分ね、こっちから、この状態でもつくと思うの。よいしょ。絶対つくと思うんだ。やりにくいね。こういうね、フレーム系のね、やつってすっごいやりにくいんですよ。こっち側からも入れるか。もう一つ入れるのはね、この接着剤強力なんだけど、流れ込みがちょっとだけ悪い。ついた？で、OK、これに入れてみよう。入るじゃん、全然。そういうことか。はいはい。なんでここにぼっちがあるのかっていうのが、やっとわかった。ここのぼっちに乗せるってことか。手際が悪い、極まりないね。手際の悪さ、極まりない。くっつかない。
なとこでくっついちゃってるのかな。あんまりね、接着剤こうね、何回も何回も流し込みたくないんですよね。それするとね、いよいよつきが悪くなるし、あの見た目も悪くなってくる。ついたかな？ついた。ついたね。で、もう一回。ここに。こうね、いよいよやりにくい。文句しか言ってない？さっきから。入らないし、入らない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 んだよな。もうこれだけで終わってしまいそうだよ。これね、もうちょっと進めるつもりだったのね。なんか合わんな。なんだか合わない。これでいいか。ここか。よいしょ。これで接着剤流す。に流せってか。うん。これで固定できるんだな。こんな感じですかね。なんかおかしい。なんか気に入らんな。気に入らんって。ね、あの僕の先輩特許気に入らん。下向くはずなんだよ。ああ、いいんか。この位置でいいんか。なもんですな。今何分、これだけで何分かかった？ 12 分。いや、ペッかかったな、これ。で、後ろ。134。これまためんどくさいね。こう見て。ここに入れての、ここに差し込みの、合ってんの？うん、そういうことね。で、ここにくっつけの、とつぎの、はい、すいません、古いギャグを。差し込みの、あ、かかんねえじゃん、全然。この、あ、ここと、で、ここ。ついてないし、外れるし、こうね、ピタってはまるっていうあれがないもんな。なんかついたかな。一応ついたね。なんかね、白氷の上でやってるような感じ。はい、こんな感じですね。緑が全然わかんないな、ここ。せっかく塗ったはいいが。ああ、取れた。ああ、取れた。もう。ちょっと手が当たるとすぐポッと取れる。ああ、落ちてる。ちょっと待ってね。よいしょ。もう一回。ちょっとつけすぎた。
けたら取れるっていうね。まあそうだそうだわな、接着剤がつくから塗るってなるもんな。あー、せっかく塗ったのに。ね。これ入ってばっかりだね。久しぶりに作るとこういうことになるんだわ。多分ね。はい、これでできたと思います。で、ほんで、この時点でここを、ちょっと切っときますね。この後ドライブシャフトが入りますんで。まあここ見えなくなるからギリギリで、本当はね削りたいからちょっとこれだけ削るか。いや、あのね、久しぶりにね組み立て作業ですよ。要はあの向こうに前の家にいた時もずっとこれあの塗装だなんだ、塗装とかね一枚めくったりとかっていう感じだからがずっと続いてたもんだから、あの正直組み立て作業ってな長いことやってなかったじゃないですか。組み立て作業自体が最近久しぶりなもんで、うん、でドライブシャフトこれですね。ドライブシャフトに入るんかね。合わせるけど入らない気がする。後先だな、後ろ先入れて、でこれをつなぐ。ああついたついた、よかった。でこれを接着剤で、ここもおう接着剤流し込む。これで一応ついたはずです。でいいかね。置いてんな、どうも置くな。流し込んで止める。ちょっと押さえましょうかね。久々の組み立てなんで、いろんなところにね、慣れてないって言ったらおかしいけど、いろんなところでね、忘れてるんな。どっちがどっちとないのかな。いろんなところで忘れてるんですね。勘が鈍って。しょうがない。よし、とりあえずこれでいいか。はい、でこれにこれで後ろにこいつか。これがまたよくわかんないんだよな。引っ掛けの K2 だな。違う、ここじゃない。これをどっかに引っ掛けるって書いてあるけど、一回合わせたんだけどね。これここに当てといて、
ここか。これか。こうか。かかったかかった。で、ここに接着剤流し込んで、ここにも流し込む。難しいことさせるね、本当に。毎度毎度言いますが、毎度毎度言いますが、難しいことさせますよ。よし、これをついたね。でだ。で、132番、これはね、ここまあ切って、で123、124、123はこっちで、124がこっち、これがん、いいの？これでいいか。あ、どっか取れた。あ、取れた。ちょっと待ってね。修復します。ちょっと待ってね。修復する。難しい。いつも思うんだけど。青島さんのこの手のやつってすっごいね、レベルが地味に高いの。レベルが高いって言ったらおかしいけど、なんか難易度が高いの。細いところもね、変に組み合わせようと、組み合わせてつけようとするから、すっごいレベルが高く、難易度が高くなるんですよ。息が止まりますな、ね、どうでもいい雑談しながらするしたいところなんですが、できない。よし、これ合ってんのかな。ここ穴思いっきり塞いじゃってるけど、まあいいか。組み立てたらこうなるんだからしょうがないよね。はい、今何分？23分。ちょっとここまでしかできなかったよね。まあ一応ドライブシャフトまでやって流りましたけど、改めてこの青島さんのこれのこういうフレーム系の難しさっていうのを思い知らされますな、はい、ということで今日はちょっとこの辺にしときましょう。また続きをやっていきます、そのまま。はい、ということで今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。さよなら。